representing Poland, Anna Regnio. 12番、アナ・レグニオさん、ポーランド。ポーランドのアナ・レシニオがフリーの演技を行います。ショート13位。さあ、上位進出を目指すフリーの演技。まずルッツです。ちょっと軸がぶれた3回転失敗。フリップはダブル。ループ、これも2回転。さあ今度は決めたい。ダブルアクセル2回転半。今年の曲はタンゴ、ラ・クンパルシータ。あっと、サルコーもちょっと滑ってしまった。ループはどうでしょう。これはなんとか。残り1分です。トーループ、これも不十分。ダブルアクセル、もう一つ。落胆の表情です。ポーランド、アンナ・レシニオ。自分でも信じられないといったようながっかりした表情がうかがえます。非常にこのリズムに乗っていく曲奏をつかんでいたアンナ・レシニオですが、最初のルッツの失敗から次のコンビネーションがこれが単独になって、しかも
2回転。ショートプログラムと違って2回転でも失敗というわけではありませんが、本来なら3回転を全て織り込んでいって不思議のない世界のトップレベルの実力者ですから、それが2回転になってしまった。リズムに乗り切れません。後半のここは、まあ、ループから一つコンビを入れてきましたが、なかなかジャンプは今日は苦しみました。そういった気持ちでもこのスピンにスピード感がもう一つ乗っていかない、全てに連鎖反応していきます。ですから各選手は最初のトライするジャンプに非常にナーバスになります。あ、もう泣き出しそうです。ちょっとかける言葉が見当たりません。練習ではルッツもフリップもサルコーもみんなうまくいっていたのに、本番で力を発揮する難しさ、アンナさんの笑顔また今度ぜひ見せてほしいと思います。プレゼンテーション4-7-5-1-4-6-4-8-4-12人滑り終えて第8位、トップはウクライナのラフレンシュク、そして日本の荒川静香が第2位と健闘。あと12人残って